爆問大丈夫か。おとせ坂です。今回は爆裂モンスターになるんですけれども、最近の爆問の更新頻度がやばい、やばすぎるということで、まあその近況報告とか、まあ、爆問やられてる方やられてない方も含めてね、ちょっとね今の現状、まあ、どんな感じかっていうのをお伝えしていければいいのかなと思うんだけれど、まあ、最近さコロプラのゲームってさ、パニパニがサービス終了して、ドラプロサービス終了して、まあ、バドガモサービス終了と、まあ、サービス終了ラッシュが来てる中で、さすがにちょっとねこの更新頻度は怖いぞというような感じになってます。なんでどういう更新頻度なのかっていうところも含めてね、ちょっとお話しさせていただければと思うんだけど、まあ、僕パニパニやってたんだけど、もう本当にパニパニの最後終わる頃、サービス終了前とかってもう定期的にもガチャ更新のみ来るとか、うん、で一切もう全然新しい更新とかほとんどないんだけど、たまにストーリーがちょっとしたストーリー追加されたりとか、まあ本当にガチャが来るぐらいの状況で、これちょっとやばいかなみたいな感じで思ってはいたんだけれども、そこで初めての僕がやってるゲームの中ではサービス終了という形でバンパニパニがサービス終了したわけなんですけれども、まあ、バトカとかに関してはだってアニメ化するぐらい結構好きな人いたんだもんね。まあどのゲームも好きな人いると思うけど、まあ、俺もね見たことあるんだよ、あの車にバトガのなんかすごいペイントしてるというか、だから本当好きな人いるんだなっていう思いはあったんだけど、まあ、それでもサービス終了の流れになったみたいなところとかもありますね。いやこれね、あの爆問がサービス終了するよって言ってるわけじゃなくて、ちょっと不安になることはやめてくれっていうような感じでございます。いや本当楽しいゲームだから長続きしてほしいところではあるんだけど、まあ、最近なんかさバベルとかなドラプロウォークみたいな感じで新作のゲームとかも開発中みたいじゃないですか。なんでそっちになんか人手を割いてる分ちょっと更新が遅くなっちゃってるなぐらいななんかイメージで痛いんだけれど、まあそれにしてもちょっと不安だよね。もう本当にもうポケモン GO じゃねえかみたいな感じのあれだけど、まあまあそれは置いといて、まあリリースされたらやるかもわかんないけどね、そっちも、うん、でまあどういう更新頻度なのかっていうところちょっとね見ていきたいと思う。はい、でも爆問の更新頻度なんだけど、まあ、これね4月とかはまだ全然良かったんだよ。4月はもう結構漏れてて、まあ、4月1日エイプリルフールのイベントとかもあって、まあね共闘ボスバトルでまあちょっとなんか倒せねえ敵みたいなよくわかんねえなの実装してくれたわけよ。でなおかつ4月1日に、このなんていうか得意進化っていうのがね実装されましたよね。めっちゃ熱かったよねこれね、うん、まあ既存のキャラクターが別の進化の方向性をセレクトできて、まあちょっと違った全く違った使用感で遊べますよと、見た目も変わるし、まあ、性能も変わるというスペシャルなイベントが来たわけですよ。で今後こういうイベントというかこういう得意進化どんどん実装されてくれるといいなっていうのはもうみんな思ってただろうし僕も思ったけど、これを機に一切ないんだよこれが。しろ得意進化しろ。まあ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 それは置いといて、まあ、4月1日がそんな感じです。でそれに伴ってアンジェのピックアップガチャが実装されたわけですよ。で次に更新があったのが4月4日かな、共闘ボスバトルだね。共闘ボスバトルで、まあ、チケットとかもねゲットしていきますよ。まあ、この共闘ボスバトル自体に課金要素はあまりないんだけどね。それでですよ4月4日合わせて、まあ、ハーフアニバーサリーということで、まあ6ヶ月リリースから6ヶ月記念ということでね、もうこれガチャチケとか結構もらう50枚ぐらいもらえるイベントなのかな、うん、50枚ぐらいもらえる結構熱いイベントがもう来てるんですよ。まあ4月からはねこの立て続けにこんな感じでまあいいかなみたいな流れだったわけですよ。でさらに今ね本当にめちゃくちゃ強いミオちゃん、本当に聖剣握ってるミオちゃんが4月の爆獣フェス第3弾ガチャに実装されるわけです。でそれに伴って、降臨で、アスラが来るんですけれども、つい最近のことみたいな感じだけどな、アスラってつい最近と思うけど4月なんだね、更新されなさすぎてつい最近に思えるわ。で、4月11日、はい、ミオが登場するわけです。今聖剣握ってるめちゃくちゃ強いキャラクターですね。で、ミオが登場することに伴ってね、前々回の爆獣フェス限定ガチャファナリアンも、まあ、実装するガチャも別枠で出ましたよという感じですね。ファナリアン持ってない方はここで狙っていけたというところです。でこれねミオちゃんのなんだっけ爆獣フェスガチャのピックアップのキャラとかもバレンタインのピックアップだったんだよね。バレンタインついこの間じゃねえかみたいな感じで、あの時にねめちゃくちゃ狙った方とかねふざけんなと思った方とかもいらっしゃると思うんだけど、僕はもう持ってなかったからね、そのバレンタイン限定のキャラはまあ嬉しかったんだけど、まあそれでゲットしていけたからね実際、うん、
で4月12日にはなんか通信つながりませんみたいなのが来てて、まあそこら辺はどうでもいいね。で4月16日1週間ぐらいかな、約1週間でまあガチャ実装ということで、新キャラですね、まあ既存のガチャにとは別枠か、うん、爆獣ガチャにウーコン、これ強かったんだよね、うん、ウーコン俺持ってないんだけど、まあこれ強いキャラが実装されるというところですね。で4月17日同じく4月17日ですね、これね4月17日に謎の48時間限定ガチャということでね、正月ガチャがまあ実装されるわけです。これ確かこれまだあれだよね、あのハーフアニバーサリーのイベントで、まあじゃあ正月のキャラ実装させますよと、どのキャラも強いキャラクターなんだけれど、まあここで復刻ガチャというところです。で、4月18日はい、例えば共闘ボスバトルですね、まあこれもチケットとか集めたりとか、まあそういうところでまあ課金要素はないイベントが来ております、来ておりましたというところです。で4月18日から約1週間経って、これねフェアリーテールコラボ来るんですよ、うん、フェアリーテールコラボってフェアリーテールって激アツじゃん、まあ、だからもうこれもうゴールデンウィークはフェアリーテールコラボであの押し抜けようみたいなことですよね。でフェアリーテールとコラボに伴って、まあ、降臨、まあ、普通にクリアしたらドロップする星4キャラですね、ザンガが実装されますと。ザンガ微妙だったな、うん、あとはなんかチャレンジクエストに、まあ、共闘ボスバトルで、まあ、プレアブル化されてないこの3キャラですね、テーバとかグガンとか、グガンじゃねえや、うん、名前忘れちった、うん、まあ、ここら辺が実装されるわけです。あとはこれもうゴールデンウィークも扱ったんですよ、スキン登場と、新スキン登場ということで、まあ既存のキャラクターの見た目を変えられる機能が実装されたわけです。でこれもね4月25から、まあ、新たなスキンは登場していないという現状でございます。はい、でゴールデンウィーク中はこの共闘ボスバトルっていう、まあ、みんなで対戦しましょうという、みんなでこいつらを倒しましょうみたいなイベントがまあ3回ありますと。1万5000ポイント貯めるの結構だるいんだけど、まあ、それが3回あったのかな、うん、まあ、3キャラ実装だったんだけど、夏エルザルーシー実装だったんだけど、まあ、2キャラの、まあ、例えば夏エルザの時もあれば、まあ、夏ルーシーの時とかもあって、まあ、それをまあ3回やるという、ただこなすだけという感じですね。まあ、うん、でそれで、これが5月15日、うん、で5月17日にこれ復刻ですね、復刻で、まあ、ここら辺の、まあ、降臨キャラですね、ベリーゴアとかアモスとかエリガルとかが復刻するわけですよ。ここから復刻ラッシュなんだよ、うん、でも、まあ、ルガドとか、まあ、新しい降臨のキャラクターとかもなんか急に、だってこれルガドとかお知らせ一切ないで実装されてるからね、マジで、うん、本当にお知らせちょっと入れてよって思ったんだけども、もうしれっその4時になったタイミングとかで多分入ってたと思うんだけど、あ、降臨来てんだみたいな感じなんですよ、本当に。ツイッターでお知らせするよ、ちょっと本当に。なんだったら俺に言ってくれれば俺がお知らせするからみたいな感じあったんだけど、でこれが5月17日ですね。で5月17日合わせて、これですね、はい、キリクがピックアップで、出てきますという感じです。キリク、まあ、フォースターじゃねえや、白猫プロジェクトか、モンスターじゃないんだけど、まあ普通に、まあ、爆獣ガチャに実装されるんだけど、ね、爆獣ガチャに実装され、爆獣ガチャと限定の違いっていうのは、爆獣ガチャはもう知んない人もいるかもしんないけどね、爆獣ガチャは後々あの既存の、まあ、ずっとあるガチャの中に追加されていくわけですよ。限定キャラとかはそこのガチャの中に追加されないんだけど、うん、まあそのどんどん追加されていく闇鍋のところに、まあ、白猫でいうとフォースターなんだけど、うん、まあ、ピックアップとして、まあ、キリクが来るわけなんですけど、これ5月17で5月23、約1週間で、まあ、これリメイクだね、グレンの、グラナか、グラナのリメイクが来るという感じです。5月23ね、で1週間空けて、はい、また共闘ボスバトルです。これも共闘ボスバトルやからね、うん、課金要素ないやつで、1週間後も課金要素ないこの共闘ボスバトルと、降臨キャラクターを倒せというチケット集めてくださいみたいな感じです。で4日前なのか、これ4日前に来たのがこの至高の壁だということで、シェン、これもリメイクという感じで、まあ、ガチャがね、もういつから実装されてる、キリクから来てる、5月17日から
ガチャ実装されてないんですよ。なんでもう本当になんかチケットとかも期限あるんだけど、そのチケットを活用しきれないみたいな、キリクルもガチャも終わってるから何のガチャ引けばいいのみたいな方とかも中にはいらっしゃるぐらいなレベルになってるわけです。これが今のね、更新状況。うん、とりあえず新ガチャがね5月17日の、まあ、キリクを境に一切来てないし、今まであのコラボとかでガン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 ガチャでいきなり白猫コラボやったりとかさ、いろいろあったら、ね、急にバットマンコラボ来たりとかあったと思うんだけど、まあね、コラボとかの気配も一切感じられない。もちろん今日の月曜日の更新、今日月曜日なんだけど、うん、撮ってるの月曜日なんだけど、月曜日の更新もなんもないのなんもない状況でございますということで、まあちょっとねここからどうにか巻き返してほしいなっていう気持ちはあるんだけれど、もっと今やることといったら、まあ現実素材、まあキャラを強くするための限界と現実素材だよねを集めたりとか、まあ思考のヘキラ、これだよね。で、まあ上位50位ぐらいに入るとなんか金称号みたいなのがもらえたりとか、バッチだっけ、金バッジとかもらえたりとか、それ以降だと7位までだと銀バッジとかあるんだけど、そういうのを狙っていくとか、うん、まあ、そういうところになってきちゃってるわけですよ。うん、もうなんか、ね、ストーリーとかも作ったらいいやんと思うけどな、ほんまに今からでも どうにかね、例えばストーリー作ってなんかさ、定期的にガチャチケット集めら、定期的にというか定期的にガチャチケットを集められるような、うん、なんかね、本当ガチャチケットがね、全然集まんないのよ、このゲーム、一定期間やっちゃうと。まあ、集めきるとこ集めちゃうと、もうこういう共闘ボスバトルとかの、もうポイントがあるんだけど、ポイント段階で集めるしかなくなっちゃうから、もうほんとね、ポイントが一向に、あ、ポイントじゃない、チケットが一向に集まらないっていうような状況になってしまってるわけですよ。で、まあステージとかも全然追加されてないしね、新しいステージなんかも。本当にいつだっけな、これはあのクオンはさ、こういうあのステージ制でもうマス進めるごとにチケットもらえるんだけど、俺も全部埋めてるし、こんなんすぐ埋まるし、むしろなんだったら。で、なんかステージみたいなのもどん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 なんか先進んでいくみたいなところもあったんだけど、これじゃクオンじゃないやつね、そこももうほんと最初の方だよね、最初の方でもうどんどん全然追加されないしみたいな感じだから、ちょっとね不安かなというところだね。まあタイマンなんかも実装されたんだけど、あのマルチで、まあ、タイマンなんかも実装されたんだけど、ぶっちゃけこのライバル闘技場ってやつね、ライバル闘技場タイマン戦で、まあ戦績とかで、まあ上位の人、まあ、もちろんいるんだけど、そのね恩恵が少なすぎる。だったら白猫テニスみたいにさ、なんか階層みたいな感じにしてやればよかったのにねみたいな、でその階層登っていくごとになんかチケットもらえたりみたいな感じにすればよかったのにねと思ったんだけど、そうじゃなくて階層とかもまあリセットされない、勝ったらポイントが貯まるみたいな、負けたら下がるみたいな。え、勝つと何がいいのってみんな思うと思うんだけど、あのトップ100に乗るっていう、トップ100に乗りますよっていうことだけで、あとは達成報酬がもう、 こう決まってるんですよね。2000いったらこれもらえますとか、3000到達だとこれもらえますみたいな、これ以外もうないんですよ、なんも。だから定期的になんかね、あって、その上位の人にはなんか爆弾もらえたりみたいなのとかがあれば、もっとやる気になれるのかなと思うんだけどね、そこら辺もなんかちょっとうーんって思ってるところで、まあゲーム性はめちゃくちゃ楽しくて、まあ、僕もねこれから先全然やってくんだけど、終わるまで全体やってくんだけど、まあ、ちょっとね最近怪しいかなと思ったので、今回動画にさせていただきました。今のね爆問の更新状況で、まあ1プレイヤーとしての感想、まあこんな感じでございます。はい、まあ大体みんな思ってること同じだと思うんだよね。もう本当にどうにかしてっていうか、もうとりあえずまあなんかスキン追加するでもいいし、新しいステージ追加するでもいいから、とりあえずチケットの回収場所を用意してほしいのと、あとはこのタイマン戦のまあ
かつ楽しかったことに対する報酬みたいなのをもうちょっとしっかりしてほしいなというふうには思っております。あとさすがにガチャは実装させないとやばいんじゃねえかなっていう感じですかね。はい、ゲーム性めっちゃ楽しいんだけどね。まあ、実際タイマンやれるっていうだけで、もともとこういうタイマンとかできなかったから、タイマンできるっていうだけでそれはすごく面白くはなったと思うんだけど、そのやっぱねランキング表示するぐらいやったら、まあ、上位名前出してさトップ10出すぐらいやったらなんかね定期的に報酬とかもあった方が燃えると思うんですよね。まあ今日のところはね、今のところはこういう感じなんですけれども、ここからどう盛り上がってくれるのかというところに期待をして今回終わっていきたいと思います。はい、ということで、まあ不安なんだけれど、まあ楽しんでやられてる方もいっぱいいると思うし、僕も楽しんでるプレイヤーの一人なのでね、どうか続いてほしいなというふうに思っておりますという感じで今回終わってまいりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。また次回のライブ録画のところでお会いしましょう。バイバイ。